バイタルエリアで人数かけながらどうどれだけ表現できるかだと思いますね、はい。まあ、前節は共闘対策でダブルボランチしましたが、前半は左エンド浦和、右エンド湘南、今前半スタートです。まずは浦和、佐藤がロングボールを送ります。また持ちます、伊藤から広げて、ミカニックマイヤー追い越した、伊藤折り返す、滝田のシュート、ナイスキーパー、キーパーソンブン君。まあ、裏の方はこの田中選手のこう横のスペースをうまく使おうとはしてますよね。サバヨク、伊藤敦樹、田中行って、中に引き池田、縦、山田、背後へ、田中のシュート、ー湘南先制、前半32分から33分、田中のゴール、ボールを奪い返して背後を取って、最後は田中、田中展開、右サイド、水球と浮かせて中央へ、後ろから田中のシュート、西川セーブ。先制に成功した湘南、さあ前半の終了間際押し込んでいますが、今ホイッスルです。湘南ボールで後半スタート、展開して右サイド、鈴木優とヘディング、ルキアン、中盤の右は横パスは合いませんでした。さあ逆に渡辺ワンタッチで、さあスペースを使う浦和、中に選手が2人入ってくる、アウトサイドキック、中に入ってダイレクト、ナイスキーパー、そしてクリア、浦和ビッグチャンスでした。前線には強力なアーチ、右サイド追い越したところは使わず、中央グスタスもワンタッチ、横にはたいてチアゴ・サンタナ、中抜きでゴール、浦和同点に追いつきました。チアゴ・サンタナ途中投入から早い時間帯で同点ゴール、今シーズン8ゴール目、起用に応えるゴールです。ここでいい形で奪って、で畑選手が出てたところですからね、まあ、そこのスペースをうまく使って、今日は山田はフルス対戦でしたけども、今日のプレーぶりはどうご覧になったでしょうか。そうですね、非常にその守備の部分のタスクというところもね、まあ、うまく体も張りましたし、中盤の間際奪った渡辺縦、チアゴ・サンタナ、チアゴ・サンタナ、キーパー西川も、肩落とした福田、さあ中央チャンスだ、シュート、同点、2対2、試合終盤湘南が追いつきました。石井久嗣、表情です。再三チャンスで試みたこの中央での突破でしたけども、まあ、これうまく、はい、田中から福田、福田横パス、田中前の方、ルーキアー、湘南一歩前に出ます。後半の追加タイム、湘南3点目、ルキアンのゴール。前半戦の対戦に続いて今日も打ち合う両チーム、その中で湘南が一歩、福田からパスが通る、石井のシュート、これはわずかに外です。今長いホイッスル、試合終了、2対3、湘南競り勝ちました。